の戦で勇猛を馳せ、ついた異名が鬼ヒューガ。前線前哨常に勝つなり、それこそ三河一の歌舞伎者、水野ヒューガの神勝つなりだ。カラチュー戦国最強本田忠勝の血を引き、誠を忘れず愛を忘れず戦国非道の世を生き抜いた、我こそは徳川真田の架け橋、葵の稲姫、ここに参上。鬼となり影となり、徳川の使い番たる五の旗印、掲げるところに服部とあり。清康公の恩義に応える暗中飛躍の影法師、各言う我ら大樹を助ける草の者、伊賀忍将服部半蔵正成だ。天皇の神狩りは家康公の片腕と三方ヶ原での人材校、長篠での奇襲戦、蒲田の戦を指揮する東三河の旗頭、天皇が筆頭、酒井左衛門の城忠次、健三グレート家康公、葵副将隊、
闘技エースの青い武将隊でございます。ようこそ岡崎城にお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとう。いやいやいや、のっけから酒井殿と被るとはお客様なりませんなんだけど、いやいやいや、酒井殿ちょっと棒短くなかったですか、ね、なんかいつも使ったやつ生まさか持っていっちゃったんです。あ、そうですな、豊川に。他の部署は今ですな、豊川の B1 グランプリの、併設イベントの方にね、はい、出かけておりまして、はい、本日は4名で、こちらで演舞をしておる次第でございます。はい、はい、またですな、岡崎公園では楽しむところがたくさんあるんでございますけども、そうだ、本日3時からなんと城南亭にて煎茶が味わえるということで、わしと服部半蔵で3時から城南亭でおもてなしをさせていただきます。煎茶ってどういうお茶？お茶じゃ煎茶はですね、お茶っ葉頼りになる、はい、今回はお湯を乗せてですね、その、まあ、出たお茶をそのまま葉っぱをこう押さえながらちょっと飲むというちょっと変わった飲み方をするお茶でございまして、普段は抹茶を楽しむことができるんですけれども、この季節はちょっと煎茶、温かい煎茶をいただけるということでお茶菓子もつきますので、ぜひね皆様、お越しくださいまし。はいはい、そこまで調べておかんのかなんだじゃないかありがとうございます、皆様。いい、はい、ということで今の時間もですね、煎茶を楽しめるということですけども、3時からわしらがお邪魔させていただいて、はい、4時まで、煎茶飲むお時間あるそうですので、ぜひ、はい、この後もぜひご参加くださいと、はい、ということでございます。まあ、はい、で先ほどわしも、火縄銃を持って演舞をしておりましたが、まあ、その展示、珍獣奇獣展という世にも不思議な獣たちが展示してある展示も家康館の中で行っておりますので、ぜひこちらもご覧くださいませ。鉄砲が伝来して、その結果、日本がどういう歴史を歩むことになったかというのがここに詰まっておりますので、はい、ぜひこちらもよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、はい、今度、B1 グランプリということで、ご当地グルメが集まっておるのが、豊川に今イベントやってるわけでございますので、はい、そんな食に関するちょっとコーナーをわしご用意いたしましたので、タイトルコール行ってみたいと思います。武将に聞くご当地グルメのコーナー。それぞれ武将、はい、こういろんな場所で戦乱の世を歩いてきたわけでございますが、それぞれの地元、はい、まあ、ゆかりのある場所、まあ、そこにまつわるこうご当地グルメのあるもの、はい、まあ、お菓子でも食べ物、うどんでも何でも、まあ、ご飯でも何でもいいんですけど、そういうものをちょっと引いていこうかなというお時間にしたいなと思っておりますが、かしこまりました。そうで、それぞれね、武将それぞれ、例えば、はい、水野どうでしたら福山城のいない人でいいんじゃないか、例えたら、うん、あ、そうですか、いいんだろう、あ、そうです、いいな、天野さんだったら彦根城なんで、ね、あ、そうですね、滋賀県にまつわるものとかね、まあ、そんな感じだったらね、はい、あの伊勢の桑名とか、桑名とか、あとは千葉の大滝も、はい、ございますので、そうですね、今全部言いそうになった今から言うの何でもあるからまあまあ、では、その水野、水野殿、よかったら、あの、ご当地グルメとして、拙者から、まあ、拙者と言いますと、まあ、拙者が初代藩主を務めまして、岡崎市の新田土地でもあります福山市の方から、はい、あ、そう、ちょうどあれでございます、今日が、40年前ですか、昭和46年に、はい、岡崎と、福山市が新田土地協定を結んだのが、おー、おめでたい、今日11月9日、その雪なんでございます。岡崎市民の方、東公園の富士子と乗って確か、で、福山から、はい、どうぞ富士子からでございます。あのパオンの、はい、あと人の陣屋に飾られておりますが、あのバラもあれ福山から、さようですね。その福山市から、拙者がご紹介するのは、まずはトンドまんじゅうっていう、なんだなんだ、トンドまんじゅう、トンドまんじゅう、トンドどこ、トンドまんじゅう、トンドまんじゅう、まああの、まあ、おまんじゅう、白あんの入ったおまんじゅうなんでございますけども。でまあ、何を書くと、これを名前を付けたのが私、水野和夫です。あら、なので福山の方で400年前から食べられているおまんじゅうが、トンドまんじゅう、すごい。であともう一個、むずみご飯というものがございまして、はい、まあ、お茶漬けのような、まあ、だし汁にご飯を入れたものでございますけども、お茶漬け、江戸時代、やっぱ倹約でちょっと節約でね、うん、贅沢なものが食べられなかったということで、そんな中で生まれたのがこのうずみご飯っていうのは、うずみっていうのは中国地方で埋もれたとか
埋もれるってそういった意味で。なるほど、城の中にも渦見門と呼ばれる場所も、はい、埋もれるというものでそうそう、当時贅沢に食べれなかったので、まずお椀に贅沢にあの椎茸やらエビやらタイとか入れて、その上にご飯を隠して、お役人が何一つだって言っても、いや、まだ生ご飯です、お贅沢に食べてませんって、話はね、面白い。なのであのお店によっていろいろ入ってるものは違うんでございますけど、それ渦見ご飯っていうのが福山では。なるほど、いや、ためになる、さすが。この日も最適で、そんな他の方々は、姫さんはいかがですか。はい、私ですね、皆様真田幸村をご存知ですか。真田幸村知ってる人、まあ、すごい有名人、はい、私ですね、実は真田幸村のお兄さんの妻でして、はい、そうなんですか。はい、妻でして、関ヶ原の戦いの後に、群馬県の沼田という場所に、お城をいただきまして、あ、関ヶ原の前ですね、いただきまして、まあ長い期間群馬県に住んでおりました、ですのでね、群馬県というところをちょっと紹介させていただきたいんだけれども、皆様、群馬県は実はうどんが有名でございます。うどんといえば香川県という方が多いと思います。そうです、まあ、うどん県と呼ばれる、はい、うどんが非常に有名でございます。さらにですね、今回 B1 グランプリに出展いたしておりまして、だけどうどんを出展してるわけじゃなくて、群馬県実は焼きそばを出展しております。謎群馬県ですけれども、その焼きそばがこれ特に変わってることもなく、ソースと太麺とキャベツで勝負してるっていう、いかにも普通な、はい、ものでございまするので、一体どんな味なのかっていうのをぜひ皆様、確かめていただきたいのと、最後に群馬県、もんじゃ焼きの中にいちごシロップを入れて食べるっていうね、不思議な食べ物もございますので、もんじゃはもんじゃでしょ。このいちごシロップかけるものをアーマーと言いまして、そしてカレー粉みたいなのを入れるのをね、カラーと言いまして、そういうね、もう変わったもんじゃ焼き、しかしその中にベビースターラーメンも入れるというね、すごく不思議な食べ物が、はい、ございますので、ぜひ皆様見つけた時にはちょっと調べてみてください、お願いいたします。群馬マニアってこと、群馬、ええとこ、ええとこ、はい、では最後、四天王寺と酒井殿、そりゃね、一番年長者でこれだけのかっこよさでね、すごく頭が良さそうなこの顔してれば、お茶のこと知らなかったけどね、出ますよ。さあ、では酒井殿どうぞ。やはりわしがおすすめするのは東三河の旗頭ということで、土曜橋、うん、ああ、土曜橋の有名な土橋市、やはり、うん、カレーうどんじゃ。あ、カレーうどん、カレーうどん、カレーうどん、今いい匂い。そうなんでございます。どういったカレーうどんが、まあ、それは豊橋に行ってからぜひ食べてください。豊橋に行ってから食べてください。中身はどういう感じですか。なんか肉とか入ってるんだ。それは行ってからみたいな。知らんの。あとブラックサンダー。ああ、それは確かに。それはみんな知ってる。間違いだから。おやつでございます。なんとブラックサンダーの製造をしている工場の周りのお家は洗濯物を干すとブラックサンダーの匂いがするから。黒橋あるあるとかいいから。カレーうどん聞きたかった。カレーうどんのことも全然触れてない。服着たらブラックサンダー。歩くブラックサンダーみたいな感じだけど。じゃあこれからはね、天皇が歩くブラックサンダーと黒い形というか、土曜橋で干してない。結局何が良かったのか分からなくて、まあ、カレーうどんはまあ有名じゃよって現地に行ってからお楽しみ、有名じゃっていうことで、はい、皆さんのちくわ、もういいです、もうだいぶごちそうさまで。はい、ということで以上、まあ、誰も岡崎の話しなかったけど大丈夫だ。そうですな、まあ、具体的にはまあ、あそこで売ってますので買ってくれ。観光土産店にて、発注人さんいっぱい売ってますので、まあ、わしからでは岡崎のグルメ一つ、まあ、最後締めとしてご用意いたしたいのが、わし伊賀者を従えて、家康公の伊賀越えなども助け、そして、まあ、伊賀同心としてわしの家臣として、養っておったわけでございますが、その伊賀という名前を冠した岡崎のお菓子がございます。皆さんご存知ですか。まんじゅうがあります。伊賀まんじゅうというのがあるので、岡崎の多分ものはみんな知っておるな。皆さん、まんじゅうの上に彩り緑の、米粒が彩り緑米粒が乗ってるやつ、あれ実はね、岡崎
岡崎、まあ、全国各所あるんだけども、各所こう伊賀饅頭の形もそれぞれ違うというのが、まあ、特徴です。例えば埼玉の方でしたらこう赤飯にお米が乗っておるというのがあちらの伊賀饅頭だったりする。こちらは、まあ、白いお饅頭にその上にこう持ち込むからはい、カラフルの持ち込みです。以上、岡崎のご当地グルメでございました。はい、以上、武将に聞くご当地グルメのコーナーでございました。はい、ということで次の太田坂井との思いをいただきます。CD 発売したということで言ってね。お、そうだ、はい、CD 発売してるもんね。あちらの売店で売ってるもんね、1,050円、ぜひお買い求めよう。何でも青空、そう、今からやる青空、そう完全に言わされたからな。ダメだな。はい、ということで本日のお客様とても温かいので、はい、家康子より年上の方ですよ、坂井。もうボケていったんだ。青空見るだけではございませぬ、皆様と共に踊るこの時間でございまする、韓流踊りの時間。
さあ皆様ぜひ入ってきていただいて構いませんのでな、どうぞ入ってきてくだされ。さあ皆様手拍子お願いいたします。音楽カウントダウン、はい。待って、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 
まして皆様をお招きして